はい、どうもさん、こんばんは。今週新今週の一冊第410冊目になりますね。えー、2回続けての配信になりますけども、よろしくお願いします。えー、さっきは T 冊ャツ紹のを載せてんですけど、これ、Hello Darkness, My Old Friend って書いてますね。で、猫、ね、ちゃんの絵なんですけど、これはあの、サイモンとガンファークルのね、サウンドオブサイレンスの最初の歌詞のフレーズです。ね。Hello Darkness, My Old Friend ってね、I ブカ l l come to the t o you again まあそういう曲があるけども、まあ、 ダーークネスマイオールで暗闇かこそが私の友達だっていう、まあ、そういう結構かっこいい歌詞なんですけども、まさに黒猫はそうですよね、ダークネス・マイ・オール・フレンドって感じでね、黒猫そのまま暗闇だから闇を背負ってきますよね、えー、だからあの闇,闇がやってくる、次吉原じゃないけど闇が来るって漫画がありましたけども、まさにダークネスがやってくるってわけで、暗闇ではなかなかうちのイデアも区別がつかない、目で負けててくんないと光る目が見えないですからね、まあそれを模倣した T シャツになってます、こういうやつね、こんな。 で,であの、まあ、前回もお話ししましたこの砂時計がありましてこれが15分計なんですね今ひっくり返しましたけどこれ15分で砂が全部落ちるので、えー、僕の目の前ではもちろんこのカメラのタイマーも15分が出るんですけども、えーまあ、砂時計が落ちるってアナログな感じの方が、まあ、こういう橋にはふさわしいかなと思うので。 目の前でね <laughs> まあこの砂時計が落ちるイラストになってるアニメーションになってる、えー、まあアプリなんかいくらでもあるんですけども実際にこの砂時計これは中国産なんですよね中国じゃないと15分計とか30分計ってなかなか手に入らないので日本だとキッチン用の3分とか5分あるんだけどね体温測る3分とか今体温は3分で測らないのかなまあそういうものあるんですけども、えー、なかなか長いのはないので中国産ってものになっちゃいますねただ中国産は結構物が雑なものが多いのでこれは僕は大垣のあの 自分のの勤務先の図書館で使っていいるものでもう第5世代ぐらいかな何個も割ったり壊したり中の砂が漏れちゃったりねあるいは正確に15分全く測ってくれないものとかいろいろな不良品があったんですけどなんとこれは割とあのものがいいので割、えーまあ、あと今回は愛用してるし、まあ、岐阜県図書館のブックトークでもこれを使うようにしてますね。ということで15分たちました今日ちょっとイデア君登場してないのはイデア君実は今は、えー、キャットタワーのもともとソフィアがいた場所に、まあ、隠れて隠れてというか あの部屋の中に入って寝て寝おりだからソフィアの匂いがあるからだいぶイディアは近づかなかったんですけど最近だってようやくソフィアちゃんがね寝てた場所に入って自分も寝るようになりましたねだからソフィアの匂いに慣れたのかあるいはソフィアの匂いがだいぶ薄れてしまったのかどっちか分かりませんけども、まあ、そういうことで、えー、まあイディアもソフィアのいた場所に行くようになってますねだからもうちょっとパッと見るとびっくりするんですよキャッターの上の方で黒いのが寝てるとこれソフィアだったかなと思うんでソフィアよくそこで寝てましたからね 今そこイディアが寝てるのでちょっと今日は今はあの皆さんに。 お見せすることできませんけども、まあ、もし起きて通り過ぎたらと捕まえて皆さんにお見せしたいと思いますけどね。えー、ということでまあ心機一点の今冊視察の、まあ、第1回目じゃないけど409冊目は坂本図書というのを紹介しまして坂本龍一さんがいろんな本を紹介してるいろんな本を読んでるってことまあそれは和樹さんっていう編集者のね、えー、息,子さん息子さんであったってことはとても大きい影響だと思うんだけども、えー、それで、まあ、あのいろんな本を読まれてるんだってことねしかも古本が好きってね ええ、いうことがあって、そういうのを紹介させていただきましたけど、今回はですね、えっと、これは雑誌というか、冊子というのかな。ええー、なんて言ったらいいのか、こう、あの、まあ、こびき堂書店っていう、まあ、あの。歌舞伎座の、えー、横にあるです、ね、古本屋さんがあります、歌舞伎専門の、まあ、古典芸能専門の古本屋さんなんで、非常に狭い店内なんですが。えー、ものすごい猛烈な本を持ってとかで、でそのこびき堂書店から、出てる雑誌、小冊子で。 か劇,評とですね、劇評って元と明治時代に出てた本でもあります歌舞伎って本もありましたしね劇評って本もあったんですけど、まあ、それと同じタイトルになってますね。 でこれはもともと小学館が出てた演劇会って雑誌がありまして昔は演劇出版社ってとこから、えー、月刊誌で出てたんですけどそれはあと演劇出版社がなくなりまして、えー、小学館がごめんなさい講談社がね後を継いで,で,でも演劇会って言ったを毎月出してたんですけどコロナ禍になって歌舞伎の公演が中心になったりお客さんがあまり集まらなくなったりってこともあったんで結局この演劇会もなくなってしまったんですねでこれは今僕が持ってるのは18号と19号なんですけども だから今から1年半前ぐらいなんですかね毎月出てますから、えー、ぐらいからあのこ,うこういう演劇界に相当するもんですね、まあ、演劇界っては別に劇場だけ書いてあるわけじゃなくて役者のインタビューとかねいろんな芝居の入門とかそういうことも全部含めて書いてある総合的な歌舞伎雑誌だったんですよ唯一の歌舞伎雑誌だったんですけども、えー、それがなくなってしまったのでまあそれのちょっとお鉢を作っているかまあ,あのできるだけその劇場の部分だけ残したいと思うっていうまあその小林潤一さんって方がこの小曳の商店の店主っていらっしゃるんですけども、えー、彼が そういういい非常に、まあ、あのここ高い志を持って発刊されたんですねだからこれはあの基本的にまず原稿料はロファーはただですね。全くなしですね。で、この自分でご自身の方でこう編集されてデスクトップアブレッシングでこうやって立てかけですね。ちゃんと文字数も決まってるんですよ、これね。で、あのいろんな人のやつ投稿されたやつ。まあ、もちろん劇業って形で書いてある方は格下に有名人がいて、まあ、あの、ね、上村弥さんとかで稲丸治さんとかね、田中綾乃さんとか、大家吉弘さんとかね、 えーまあ、あのなかなかの著名な方が神山明さんとかね、えー、まあそうやって著名な方がみんな書かれてはいますね、えー、小玉龍一さんとかね幕の館長のねパスの、えー、とにかくそういうキラらシのような書き手がいて、まあ、毎月の歌舞伎文楽あるいはいろんな公演、まあ、木下歌舞伎みたいな歌舞伎ならざる歌舞伎みたいなねそういう公演もあってそういうものの劇をちゃんと書かれてるわけですねだからある意味これは演劇界でもできなかった演劇界では割とそのもっと 子さんの、ね、書き手がもう定期的に書いてるってことがあって、なかなか若い書き手書けないっていうところもあったんですけども、この劇表は別に多分小林さんが依頼してるのか、本人書きたくてみんな投稿してくるのか分かりませんけども、いろんな人が書かれてるんで、あんまり年齢の差とかね、そういうなんか上下関係とかあんまり関係なく、えー、割と自由に書けるってこともあって、皆さん、まあ、そんなに長い量ではないんですけども、あの書かれてますね。で、実はなぜ18号、19号を持ってるかと言いますと、これは僕は18号からようやく意を消して、 えー、自分の連載をさせてもらったんですねいや出た時から何か,書こ,うかな書こうかなと思ったんですよ別に原稿料とかそんなのいらないですから原稿料がないからこんなものに書かないっていうほど僕は偉い物書きではありませんからね,ねそのつもりはなかったんですけどもこの「劇記」っていうものに書けるだけのクオリティの文章を僕はできる書くことができるかどうかって自信がずっとなくてずっと悩んでたんですねだから劇記を書かなかったんですで、まあ、18号1年半経った今度毎、まあ、月出てますが9月号が18号なんですけども えー、9月に出たとこからですねこれは新しくですね僕は連載を始めたんですね心霊祭ってことは始めは単発でやるつもりだったんですけどもやっぱこれ連載の方がいいかなってこともありまして、えー、タイトルは書いてないですね上に書いてあるんですねここちょっと見えますかねこうやってね「えー、歌舞伎の」でスラッシュ歌舞伎と逆だ「歌舞伎とスラッシュ歌舞伎の、えー、哲学」というタイトルね。 まあ、落語と哲学とかそういうタイトルの方がいくらか出てるんですけどもなかなかあの難しいことが多いんですねで哲学っては何かというとこれはあの今回のテーマとはずれるかもしれませんけど基本的に何々と何かと問うこと問い続けることが哲学だしあるいはそういうなんかある置かれてるいろんなねテーマがありますね主題とかねテーマとか出来事とか人人物とかそういうものそれについてそれをまあ明確に言語化すると。 ととことん言語化していって、まあ、これ以上言語化できないってことは削ぎ落としてあのシンプルに言語化していくって作業が哲学の作業だと僕は思うんですね、まあ、大体の哲学はなんか言葉がどんどん分厚くなって口幅ったくなってなんかよくわからない方も雪だるま式に広がっちゃってねなんか言語のための言語のための言語みたいな塊になってしまうことが多いんですけれども基本的にはそうじゃないもっとシンプルにしていくのが哲学の務めだと僕は思ってますね。 だからこれはえっと歌舞伎と歌舞伎の哲学っていうタイトルにしたらそういう意味があって歌舞伎っていうのをテーマにしてそれを哲学的に論じることがまずできるだろうかという実験的なことがありますね。それがあるのとそれから同時にまあそれがもしできた場合にどういう問いかけの仕方あるいは歌舞伎に出てくるいろんなアイコンがありますよね役者であっても装置であってもね衣装であっても。 曲であっても音楽だっても何でもいいんですけどもでそういうものをどういうふうに論じることが可能かどういう言語化が可能かってことがまああるのそういうところからまあ,あの書き始めたみたいですね最初ね第1回はまあ最初ってことなのでなんか日経新聞の私の歴史ってありませんが私の歴史を書くほど僕はまだ10日立ってないっていうか年齢がいってませんしまあ多分永遠にそんなことは機会はないと思うんですけどもまあそういう地味だね えー、書き方で、まあ、自分がどんな人間かっていう自己紹介、まあ、大体か書き手の方は僕のこと知ってる方多いと思うんですけども、まあ、それも含めてあの、まあ、書いてはいますねで第2回は一応本編に入ってて「尊崎真珠」尊、え、崎、ー、真珠の真珠者ともの思うんですね、まあ、いわゆる真珠ってのは佐賀さん中心になるし忠義の中になるから、まあ、真珠って言葉を使うのって当時の大岡一前とかなんかが言って相対人に、ね、相対的に知るってこと相対人にとか上司とかね えー、そういう言葉にしていることが多いんですけれども、まあ、それで書いてて、まあ、そういう真珠ってものは一体江戸時代においてあるいはあの戦前においてあるいは現代においてどういう意味ないを持つかでそういうことを踏まえて尊作真珠が、まあ、近松門左衛門によって書かれたわけですねで,でも真珠ってのは門左衛門の時代からどういうふうに取り扱われてきたかってこととかあるいはそう、まあ、特に尊作真珠は僕はいつも問題してるんですけどこの一番最初にですね大阪33箇所の観の巡りってあるんですね この,神の巡りの段っていうのは文楽でも歌舞伎ではもちろんですけど全くカットされて上連されないんですね。これはお初がなじみの客の大臣と一緒に大阪の観音様33箇所を巡っていくんです籠によってね。で巡っていくとまあ観光場面ロードムービー的な場面なんですよ。 でまあ、どうってもない場面に見えるんですけども実は僕に言わせるとですね僕は思うんですけどもこれはもう既に心中してお初徳兵衛、まあ、徳兵衛さんと一緒に死んでしまったおつが自分たちを弔うために観音さんを巡っていくわけですよ死者が死者が自分自身を弔うためにその観音さんの33箇所を巡っていくっていう、まあ、そういう見立てになったんじゃないのかなって感じがしますんでねでそれもあるのでは非常に重要な場面なんですよだからそういうことが、まあ、歌舞伎の世界ではあんまり言われてないことなので。 まあちょっとあの重要視してねちょっと待ってくださ、はい,、はいい,い。はいおいてはいアイデアくんですはいどうもお待たせしましたお腹空いたのかね、えー、出てきましたね とととといいいううここでああの、まあその真珠のののままそ場場面面箇所巡りりは重要だっててをね、えー、書いたりしてます。例えば「杉本文楽」なんていうのは杉本弘さんっていうのあの写真家がねあ文楽の演出みたいなのをやり出して興味を持ち出してですね色気出したんでしょうね。でこの「孫崎真珠」を一人使い一級の一人使いでこの「三十三箇所巡り」っていうのをプロジェクションマッピングよろしく救いに次が次へともう三十三箇所の何個かのお寺はもう灰寺になってるんですけどもそういうものの写真とかなんかいっぱいこう出しながら。 あの一人ずかの人の形がねあの、まあ、あのそこを巡っていくっていいいくう場面を挿入してはいますだから他の文楽に比べると33カ所巡りっていうのが入ってるという意味では非常に意義深いんですけどもなんか非常に端美的にそこになんかおハつの美を追求するみたいな感じがあってなんか今僕が申し上げたようにに死んだおはつが自分自身を弔うためにあるいは自分と徳兵衛さんを供養するためにその場所を巡ってるというようなそういうなんか神話的な構造。 いいうのはあんまり描かれてないんですね。だからそういうことがあるので、えー、ちょっと僕はあの杉本文楽で非常に批判的なもんで実はあの僕の前で住みたい竹本住みたい先生がご覧になったんですけども途中で出て行かれましたねで住みたいさんのお弟子さんたちも一緒に見てたみたいで、えー、住みたい師匠が出て行かれたんで、まあ、一緒になって出て行かれまして、えー、まあ最初は見てたみたいですけどおそらく最初の33か所巡りでもう焼けがさしたみたいですねさっさと出て行かれましたねだからあん,、まあんまりそういう演出ってのをあの 専門家でない方がやるとそういうことになっちゃうのかなって気がしますんでね。えもういいやはい。はい、はいはい。じゃあ、ごめんね。はい。ということで、ちょっと登場してもらいました。途中で。ありがとうね。えー、いうことがあるんですよ。では、まあ、そんなことも、これ哲学かどうかちょっとわかんないけども、まあ、いろんなものに疑問を呈していくってね。そういうことは重要なんで。で、まあ、横編で、まあ、18号、19号ってきました。次は20号になると思います。11月号ですけど これは予告で言うと僕は四谷会談東海道四ツ谷会談というね話をあの、まあ、哲学的に哲学の世界から論じてみたいなと考えてますがそれは予告編ですね、まあ、言っちゃった以上はやらなきゃいけない書かなきゃいけないと思いますけどね、まあ、19号に関しては猿王さんが3代目の猿之助ね、まあ、2代目の猿王ですけどの方が亡くなったということもあったんでそれが一番大きいニュースだったんでね いやそれでで、まあ、記事っってのは圧倒的に多かったわけでもちろんそれは僕も書けないことはないですけどもそれは専門家の方に任せるって感じでよく考えて言ると私は歌舞伎の専門家でもなければ劇評家でもないですねでましては哲学者もないわけですよね哲学の専門家でもなくて歌舞伎の専門家でもない人間が歌舞伎とあるいは歌舞伎の哲学って連載を書いているってところがまあ面白いと言えば面白いですだからこういうのは例えば講談社から出してたね演劇家って雑誌には書けませんし こういうい、まあ、ある種、見込みと言っちゃ申し訳ない言い方だけども、まあ、あのこういう小冊子ですね、書店さんが作ってる小冊子みたいなもんじゃないとなかなか展開できないんじゃないのかなと思いますね、まあ、そういうこともあって、えー、試みにこの激っていうふうに書いてましたから、まあ、連載か何回も続くか分かりませんけども、できるだけたくさん書いて、ですねこの、まあ、ゆくゆくは出版という形に持っていきたいかなと思ってますね、やっぱり哲学っていうのを別の切り口で見ていきたいわけですね。 例えば生きの構造なんて菊守さんが書いた本がありますけどもあれは哲学書というよりもまあ芸能書ですよね。だからまあ生きの構造を哲学の人はいろいろ解釈したりまあ論文を書いてますけどもどれも面白くないんですね。生きの構造の面白いのはどういうところかってやっぱり歌舞伎のこととか清本のこととかねあるいはあのいろんな曲ですよねありますよねそういう曲であるとか着物のこととかそれから帯のこととかね履物のこととかねそういうものが分かっ た上で見るとと非常に読むと面白いんです、ね、そういうのは分かってからじゃないと分かりにくいんじゃないかなと思うんだけどまあ久喜修造って人がそもそもそういう古典にものすごく詳しい方だったからいやそういう自分の思いを中心にして書かれたものであれ決して生き残ったは哲学の本ではないんですね生きというものどういうものかって問うってことでは哲学かもしれないけどもでも生きの構造ってことを言えば確かに哲学かもしれないけどもでもやっぱり素材となっているものは全部古典の芸能ですね浮世絵であったりね江戸文化であったり 江戸、まあ、文化論という江戸芸術論という長い花風が書いた文章もあるけどもそういうのをベースにして粋の構造が書かれてますからだから哲学だけをやりなっている方が粋の構造を読むのは無理なんですねやっぱ落語とか清本とか信頼とかねそういうものに慣れ親しんだ人が読む,読むべきものであって読者を選んでるわけですね。 そういうういものってあると思うんで僕は別に読者選んだ文章を書くというそういうい宣言をしてるわけじゃありませんがむしろの記んが書いてたような書き方というものはあの重要なことなんですね。いろいろな予備知識が必要でそれをクリアすると書けるってものですからね。 そういう感じのものを書いていきたい、あるいは読んでいきたいと思ってますんで、まあ、引き続きこの歌舞伎とスラッシュの哲学っていうものの連載を始めていきたいと思いますので、この劇場、こびき堂書店とかありますんで、ぜひここで検索していただいて、こびき堂書店ね、こびき町ってのは、歌舞伎であるとこですかね、そこの隣の書店ですから、そこで出されているものなんで、これ、定期購読できますので、まあ、ぜひお買い求めていただければと思いますね。そうするとあの 天使の小林さん、も喜ぶと思いますからね。えー、獣医さんちゃんと風に話しましたからね。はい、ということで、じゃあ15分経ちました。砂もなくなってきましたので、これで終わりたいと思います。410冊目は、えー、小佐市、小吹堂書店から出る劇表を紹介させていただきました。はい、ではまた次回、また後でかな。はい、失礼します。じゃあね。